その昔、狩人が森で大きな熊を見つけ、後を追った。熊は狩人から逃げようと、湖に飛び込み泳ぎ出した。ところが湖の中ほどまで行くと、突然その姿が見えなくなってしまった。不審に思った狩人は船を漕ぎ出し近づいてみた。すると、湖の底の方に、40〜50メートルもあろうかという伊藤の主が、じっとしているのに気がついた。そしてよく見ると、その口からは、熊の前足が覗いていたという。アイヌ民族に残る巨大伊藤の伝説である。山は雪解けが進み、川は増水し、土砂を含んで茶色く濁った水がここ北海道宗谷丘陵の谷間を流れ下る。一見何も生命を感じさせない冷たく荒々しい流れだ。この流れの中を上流に向かって海から押し寄せてくる生き物が、それも随分と大きな生き物がいる。川の水はこの小さな支流まで来ると透明度を回復し、それはようやく姿を見せた。日本最大級の淡水魚イトウが、この春もまた産卵にやってきた。この季節、成熟したオスのイトウは見事な赤、というより紅色の婚姻色をほぼ全身にまとい、メスの木を引こうとする。メスのイトウが川底に穴を掘り、それが十分な深さに達すると、メスとオスはその中に体を沈めて産卵を行う。こうしてメスのイトウは川の中を移動しながらいくつかの産卵床をこしらえる。そして全ての卵を産み終えると再び海へと帰ってゆく。イトウはサケやイワナ、ヤマメなどと同じサケ科の魚で、現在は北海道やサハリンなどに生息する。稚魚は生まれた川で1年ほどを過ごすが、次第に下流に移動しながら成長し、大人になってからは多くの時間を餌が豊富な川の河口域や海で過ごす。大人のイトウは主に小魚を食べるが、時にはヘビやネズミや水鳥にまで襲いかかる。漢字では魚偏に鬼と書くが、鬼のように凶暴で恐ろしいことからこの字が当てられたのだろう。ここで最近の研究で分かってきたイトウの生態を少しお話ししよう。イトウはサケと同じように海に下って大きく成長し、成熟すると再び川を登って産卵する。その時、水の匂いを嗅ぎ分けて自分が生まれ育った支流に戻る習性、すなわち母船回帰性を示す。イトウはこの性質がサケ科の魚の中でも特に強く、90% 近い精度で同じ支流に帰ってくることもある。サケは一度の産卵で一生を終えるが、イトウは産卵後も死ぬことはない。生涯に何度も産卵を繰り返し、20年以上生きることが分かっている。イトウの方がサケよりたくさん子孫を残せるようにも思えるが、実はそうではない。それだけ親になるまでに多くが死んで、生き残る子供の数が少ないということである。繰り返し産卵すると言ったが、この川では約7割のイトウが2年連続して産卵したことが調査によって示されている。鬼のように強いはずのイトウであるが、彼らは今
絶滅危惧種に指定されている。かつて生息していたいくつかの河川からは完全に姿を消し、生き残った川でもその数が著しく減少したためだ。ではどうして伊東は数を減らし、絶滅の危機に瀕するようになったのだろう。それはまさに彼らが海と川を行き来して産卵を繰り返さないと子孫を残すことができないことと関係する。なぜなら上流に下流にと自由に魚が移動できる川が今ではとても数少なくなってしまったからである。このダムは流域に暮らす人々にきれいでおいしい飲み水を提供している。ダム湖には建設当時この地域にもともと多く生息していたイトウが閉じ込められてしまったが、世代を超えて今でもこの人工の湖で暮らしている。実はダムによって閉じ込められ海に下れなくなっても餌が十分あればダム湖とそれに注ぐ支流で生活史を完結し子孫を残すこともある。この現象を陸風と呼ぶ。子孫を残せるとはいえこのダムに全く問題がないということではなさそうだ。ここはダム湖から流れ出る水が一気に下流に放水される場所だ。ジャンプを繰り返す伊藤たちはこの高さ30メートルを超えるコンクリートの壁の向こう側にあるダム湖へ、そしてダム湖に注ぐ小さな支流に向かおうと海から戻ってきたのである。そこが10年前、あるいは20年前に自分が生まれた川であるからだ。このように考える理由は2つある。一つは先ほどお話ししたように伊藤に強い母船回帰の本能があるからだ。そしてもう一つはこの川の河口付近で漁師が捕獲した伊藤の耳石と呼ばれる骨の中にダム湖に特有な水質の特徴が残されていたからだ。これらの魚がかつてダム湖にいたことを裏付ける証拠である。ダム湖に閉じ込められそこで暮らしていた伊藤の一部がある時本能を呼び覚まし、この放水口から飛び出して海に下っていったのである。数年後成熟して戻ってきたところ、コンクリートの壁に行く手を阻まれ立ち往生することになったというわけだ。彼らが果たして子孫を残すことができるのか、またこの状態を放置していてもダム湖の伊藤が存続できるのか、それは何も分かっていない。海と川とのつながりを分断するものはダムの他にもいろいろある。これはダムと呼べなくもないが、一般には堰堤と呼ばれる河川を横断する構造物だ。堰堤は土砂の流れを食い止めて災害を防ぐなどの役目を担っている。ダムほどの高さはないが、伊藤がここをジャンプして上流に向かうことはやはり不可能だ。幸いなことにこの堰堤には魚道と呼ばれる魚の通り道が作られている。魚道があるとはいえ激流を流れに逆らって上流に向かうのは簡単なことではない。このような堰堤は北海道だけでも数万箇所に作られているが、魚道がある堰堤は1割にも満たない。もしこの堰堤に魚道がなかったら、この河川からも伊藤は完全に姿を消していただろう。このトンネルのようなものはカルバートと呼ばれる水路である。
橋の代わりに道路の下を川が流れるように地中に埋設された構造物だ。伊東の散乱する川にこのカルバートは数多く見られる。一見すると魚の遡上を妨げることはなさそうだ。しかし長い年月の間に水の落ち口が深く掘り下げられると水位が低下し大きな落差を生じることがある。こうなるとダムや堰堤と同じようにその上流に向かうことは難しい。このような箱型のカルバートには増水時に水流が弱まる場所がない。長くて何もない平坦なコンクリート面を流れに逆らって通過できる伊東はそう多くない。カルバートの中に魚が休息できる場を作ってあげるのも一つの解決策である。一つ一つのカルバートは伊東にとってそれほど大きな問題ではないかもしれない。しかしダムや堰堤に比べると圧倒的に数が多く山奥にあるため管理が行き届かないこともある。伊東をはじめ川の中を移動する生き物にとっては厄介な存在である。森を流れるいくつもの沢が集まり人々が暮らす町を流れ最後は河口から海に注ぐ。このような連続した水の流れが本来の川の姿だ。川の連続性、言い換えると森、里、川、海のつながり、これこそが伊東をはじめ川の生き物が次の世代へ命をつなぐために最も大切なことである。そしてそのつながりが人間によって分断され海から川へ、あるいは川から海に向かう生き物の往来が途絶えた時、彼らは多くの場合絶滅することを余儀なくされる。ダムや堰堤、あるいはカルバートといった人工の構造物は私たちの命や財産や生活を守り、飲み水や電力を提供してくれる。川にある程度人が手を加えて洪水などの災害を防ぎ、一方で川の恵みを享受することは必要であろう。しかし、それは伊東などの川の生き物を犠牲にし、生物多様性と引き換えに行っていくべきでは決してない。必ずしも両者を天秤にかけることではないのだ。伊東を絶滅させてしまうも、絶滅の危機から救うも、私たちが川とどのように向き合っていくかにかかっている。まだまだ私たちの川との付き合い方には知恵や工夫を凝らす余地があるはずだ。